おはようございます、おはようございます。ヘルチャンネルサブの時間でございますですよ。本日はですね、エアコンの音がすごいね何をしてるのかって言ったらですね、車中泊をやったんですよ。メインチャンネルであげますですね、車中泊をやりまして、雪がバーッと降ってですね、今から家に帰る様子をお届けしたいと思いますので、皆様お付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなわけでレッツラゴーだぞ。どうだどうだ、めちゃんこ雪が降ってるんだよ。この景色だけ見たらですね、えらい山の中で小津さんなんか車中泊したんだねっていう風にですね思われる方いらっしゃると思うんですけど、実はですね、ここですね、そうでもないところなんですよ。左側を曲がりましたらですね、もうすぐにですね、ほら民家がですね立ち並んでるというですね、無料キャンプ場でございます。そんな街中でございますので、雪はですねあまり降らないかなっていうふうにですね思ったんですけど、がっつり降ってますなぁ。大津さんのこの N 版にはですね、ブリザックの VL1 っていうのをですね、まあ、スタッドレスタイヤだこれを履かしてるんですけど、ここまでの凍結路面はですね初体験というわけでございます。そして今から急坂を登るわけなんでございますですが、これ登りきれるかな。いやー、空転してるな。これ道路の状況はですね、あんまりですね凍ってないように見えるじゃないですか。いやー、なんのどうしてどうしてっていう感じでですね、思いっきりスリップしておりますこういう時に四駆だったらいいよな。軽トラの四駆欲しいな。小津さん動画で最近ですね、ずっと軽トラの四駆欲ってですね、まあ言い続けてるじゃないですか。どれだけ軽トラの四駆がですね欲しいかっていうところもですね、皆さんにはですね申し伝えておきます。なんで軽トラの四駆が欲しいかって言ったらですね、雪が降った時にですね、なんかほら遊べそうじゃないですか。小津さんがですね、スーパーカブとかハンターカブがですね大好きだって言ってもですね、雪が降ったらですね遊びに行けないというわけなんですよ。せっかくの雪なんですから、この雪をですね思う存分ですね遊ぶためにはですね、まあジムニーか軽トラかっていうふうにですね悩んだ結果ですね、それはやっぱりですね軽トラの四駆かなっていうふうにですね思ったわけなんだ。うわ、いっそうここは凍結してるな。やべえんじゃねえか、これ止まるぞ多分。いけ、よし、オッケー。そしてまたもうギンギンに凍結しとりますですけど、あーハンドル切っても曲がらないねゆっくりゆっくりよ、ゆっくりゆっくりよ。降ってるな。今度は下りだな。下りは怖いよ、うん、上り以上に怖いよ。ローレンジに切り替えまして、タイヤがですねこうロックしないようにですね、今ですね慎重に慎重に降りております。はい、下界のですね団地まで出てまいりました。出たよ君登れなくなってる人がいる。おお、前の車が滑ってる。そして小津さんも滑っている。ここはすごい凍ってるな。上りも下りもえらいクソ渋滞という形になってしまいました。いやー、これは何時に帰れるんだ一つも進みませんよっていうわけでございましてですね、今日ですね、まあそうですね、話をですねまたコロッと元に返すわけなんでございますですが、車中泊の帰り道なわけなんですよね。でですね、今回ですねメインチャンネルの方で車中泊の動画はですね上げさせていただくわけなんでございますですが、ある部分をですね注意してですね今回は撮影をしてみました。それは何かって言ったらですね、できるだけこの小津さんのですね特色を出さずにですね、なんかですね当たり障りない車中泊の動画をですね撮ってみようかなっていう風にですね思ったんですよ。なんでかって言ったらですね、いつもいつも車中泊の動画あげるって言ったらですね、ラーメン作ってチーカマ食ってなんかポリッピーでも使いながら酒飲んでですね、うーだくーだうーだくーだみたいなですね、そういう車中泊の動画をですね撮ってるじゃないですか。それはどうかなっていう風にですね思ったので、できるだけですね他の方の YouTuber の車中泊の動画を見て、ごめん嘘ついたできるだけ他の方の YouTuber の動画を見て
けってからあんまり見てないんですけど、まあちょっと要素的な部分をね、要素的な部分をね、ちょっと他の人どんなことやってるのかなっていうのをですね、10秒20秒ペペペペ見てですね、はあ、はあ、こんな感じでやってるんだなっていうところをですね、うん、分かったような理解したような気分になってですね、今回の車中泊動画のですね撮影に挑んだというわけなんでございますですよね。メインチャンネルに上げまして、まあ様子を見てですね、このですね本当にですね、小津さんの特色をですね、できるだけ殺してですね、当たり障りないですね動画をですね撮ってですね、アップロードしてですね、しばらく経つですね、どうなるかっていうのをですね、様子を見ながらですね、今後もですね、車中泊の動画のですね撮り方のですね、あり方をですね考えてみたいなっていうふうにですね思っています。やっぱりですよ、ねえ、どうせ作るのであったらですね、楽しい方がいいじゃないですかっていうわけでございまして、そりゃあですね、大津さんがですね、もうインスタントラーメン作ってポリッピー食ってチーカマ食っていけいけっていう動画をですね、まあ楽しみにしてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、それにつきましてはですね、サブチャンネルで撮っていこうかなというふうに思います。メインチャンネルはですね、できるだけ当たり障りのないようなですね動画をですね撮ってみようかなっていうふうにですね、今のところはね、今のところはそんなことを思っております。それとさ、今これ映ってるかな、室内がですね、まあ家でいつも寝ている毛布であるとかですね、そういうものがですね室内に散乱してるわけなんですよ。家帰ってこれ片付けるんか思うたらですね、めんどくせえなっていうところもですね今感じております。よしよし、やっとですね団地のですね出口まで来ました。おーおー、下側に降りてきたら、はあ、道はですね雪がですね溶けてなくなっております。高速道路は恐ろしゅうて乗られやへんというわけでございますので、地道に地道にですね下道で帰ろうと思います。あー、一番大通りに出たんですけど、全く雪はですね道路に残っておりません。目の前に山がですね映ってるんですけど、あの山のあたりがですね大津さんが住んでるところなんですよね。思いっきり雪化粧してるな。こら、雪積もってるんじゃないか、うちの方は。時刻は午前11時14分というわけでございまして、お昼ぐらいにはですね自宅に帰れそうだなっていうふうにですね思います。風呂入りたいね。車中泊するのはいいんですけどよ、風呂に入れんちゅうのがちょっと辛いなっていうところはですね感じました。意外とデリケートなんだよそういうところは。そんなこんな言いながら地元近くまで帰ってまいりました。やっぱりですね、この寒々しい雰囲気はですね、さすが大津さんの地元というところもですね申し伝えておきます。そしてここがよく凍結してるから注意だぞ注意だぞ。よしよし、帰ってきましたよ。ここの自販機コーナーでコーヒーをですね飲んで一泊して本日の動画を終了いたします。申し訳ないね、落ち着きのない大人でございます。というわけでございまして、今日はですねサブチャンネルではあるんですけど、車中泊の帰り道の様子をお届けいたしました。ではでは。